この時間はボートレース大村の展望番組をお届けしてまいります。本日もお相手いただきますのはスポーツ王子の長谷明憲記者です。今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ6日間開催で行われておりますルーキーシリーズ第20戦スカパー JLC 杯オール新入固定レース、本日シリーズ2日目を迎えました。いや長いタイトル噛まなくてよかったです。いやよく読みましたね。もう一回読んでください。もうチャレンジはしません。長いねタイトルが。いや噛まないが心配でしたけど、ね、いやプロだな。プロじゃないんですけどね。僕の方はルーキーで被るでしょ。ああなるほどなるほど。さあねちょっとねまずはお天気の話からしたいんですけども、はい、今日ぐっと寒くなりました。まあ、昨日あの雨が降った影響でしょうね。う雨降って気温が下がった、はい。まあ、昨日もね天気を見てたらね、うん、あら最高気温でも16度、15度とか20度下回る、はい、冬が始まるよって感じですかね。あの歌を歌いたくなりますけれども、あの歌、まあ、歌ってたからさっき冬が…なんで一緒に歌ってくれない。僕そんなキャラじゃないですから。ちょっと恥ずかしかった。はい、さあそんなこんなでございまして、うん、今日もねちょっと朝から雨も降ってぐずついてるんですが、そうそうそう、うん、初日も雨風強かった。あれびっくりしました、はい、あの予報ではね夕方強くなって書いてたんですよ、うん、でも1レースぐらいは、はい、あそうじゃないなと思ったら急になんか音がしだしたんですよ、はいはいはい、雨の音が、うん、で風が吹いてきたでしょ、はい、安定版、はい、第4レースから第8レースだから本当あのびっくりしました。だから昨日本当悪天候なんか悪い水面の中でのレースでしたね、はい、やはり選手たちもねそういったコンディションの変化だったり安定版だったりして調整大変だったでしょうね。ピットでみんな走り回ってますよ。安定板がつく、はい、外れる、調整どうしよう、シルトどうしようとか ねみんなバタバタでした昨日は ね通常でもね初日は忙しいんですけど、そうですよね拍車をかけてというところでございました。さあそんな中ですが、うん、昨日に関しましては逃げ決着が10本、インが強かった。強いですね、はい、ここまで強いとは。要因っていうのは改めてどう感じでしたか。一つはやっぱり、まあ、新入固定、うん、全然です。新入固定っていうのはもちろん一つですけど、はい、昨日に関してはやっぱ水面が荒れて安定板がついたじゃないですか、うん、はい、やっぱ安定板がついたら外はなかなか一着狙うようなレースできないですよね、うん、だからまあ内側がスタートをしっかりいけば持たせられた、うん、はい、というところで、だから安定板が外れてどうなるか、そういうところですね。まあ、センターでとかにもね、はい、出番が出てくるかもしれませんけどね。そうですね、うん、今日はねどういった2日目になるのか注目なんですが、まあね、初日ちょっと天候も悪かった中、唯一連勝発進となったのは地元の村上亮選手、うん、嬉しそう。嬉しかった。いや、 やはりあの昨日はね、うん、あの3号艇でまずね、はい、まくってスタート切った、はい、それで弾みがつきましたね、はい、でも12レースなんていうのは、うん、もうインからトップスタート1人だけ0でバーンっていって、はい、なんか気迫感じるようなレースでした。というのはね、うん、あんまり前件日から船足良くなかったんですけど、はい、昨日も余裕はないですよ。だから1走目は本当にホッとした、はい、もう不安だったとレースで、うん、でも12レースもしっかり押し切った、うん、でもさすがというかやっぱ地元の意地というか、はい、本日登板一番上、うん、うん、頑張りましたよ。で、まだまだ頑張ってもらうところもありますね、はい、本当気持ちを感じるようなレースでした、はい、そして他には新海選手、中野選手、吉田雄平選手も2走2連隊スタートとなっていましたが、なんか印象に残った選手とか。吉田雄平選手とね、うん、新海選手はね、はい、レース足良さそうですね。お中野選手もね悪くはないんだけど、はい、コメント的にはなんかもう少し欲しいとかね、なんかどこか欲しいって感じですね、うん、まあ、今日は枠が良かったっていうのはあるんですけどね、うん、はい、でも先ほど吉田選手や新海選手なんていうのは、はい、まあ、強い人がいい動きだなという気がしましたね、うん、そうですね、うん、さあね今日コンディションと昨日とはね少し変わってまた気配が変わってくるかもしれませんので、はい、ぜひ直線の情報なんかもね大事ですよね、はい、天候も含めてご確認いただきたいと思います、はい、さあそれでは本日の展望番組、長谷さんには2レース予想していただきました。まずはこちらのフリップをご覧いただきましょう。さあ注目レーサーのコーナーです。注目レーサー吉田雄平選手、注目ポイントお願いいたします。操縦性も船足も問題なし。問題ない。昨日彼だって6コースから2着、はい、12レースは3コースから2着、はい、あの6枠で2着取ったのは大きいですよね。でなおかつね安定板がついたレースを前半走ったんですよ、はい、だいたい安定板つくと回転が上がらないんで、うん、はい、
チルと跳ねる選手が多いんですよね、はい、うん、で彼が6枠でマイナスだったんで、はい、え、安定版でマイナスって言ったらそうなんですよ、はいはい、というのはね、大船ね、前回9月走った時に、うん、自分でなんかチルとゼロとマイナスを乗ってみたら、はい、明らかにここのレース上はマイナスが合ってると思ったらしいんですよ。だからもうそれを自分の中でもイメージがあって、はい、安定板についてもマイナスできました、はい、そしたら全然もう問題ない、操縦性がいいし、はい、足もいいですよ。だからね、安定板外れた12レースもマイナス、うん、はい、動き良かったですね。なんか関係ないんですね。おお、楽しみですね。やっぱ彼なんてやっぱ前期勝利数7点稼いだぐらいだから、はい、でも彼に言うと、はい、大体毎年夏場はいいんですよ、はい、この季節、この季節が僕にとっては重要なんですって、勝率を落としちゃうんで、うん、でもいい感じで来てますからね。なるほど。で、先ほど昨日は2着2本、はい、6枠での2着あったでしょ、うん、ここ1号艇、はい、1回走り、うん、大きな大きな、やっぱり彼の場合は予選通過じゃなくて予選上位トップを目指さないで、そうですね、ここでポーンと逃げてしまえば、はい、優位に運べそうですもんね。だから大事な一戦でしょう。となると焦点は G 争い。ここは3号艇木谷選手が A1 ですよね、はい、やっぱり船足はね、うん、普通くらいと思います。昨日はインから逃げたレースはあるしけど、まあ、はい、12レースは6着ですね、まあ、展開もろもろありますけどね、普通くらい、はい、でもやはりルーキー見ると、はい、実力者 A1 の人やっぱレースうまいですよ。だからやっぱ彼が対抗でしょ、位置もいいしね、はい、でね、澤田選手もね、来季は A1 に上がるんですよ、はい、ですね、だから勝率上位が1、3、5の奇数手ですね、はい、ただモーターは2号艇佐永選手25号機、はい、昨日はインから2台ですも伸びていきましたね、うん、はい、で後半は安定板がついてちょっと 0.5 プラスね、はい、0.5 やってみたって、うん、ただ起こしでないでスタート遅れたんですよ、はい、ただそれでも伸びていきましたよ。だからモーターはやっぱこれいいです、うん、自分としてはもう少し出足が欲しいので、はい、プロペラ叩いてみましょう、うん、だから高モーターなんでこの実力者の3と5の中に2も入れましょうよということで買い目はこれ、はい、古田選手ね、うん、昨日6号艇の時ねちょっと外枠だったんで伸びしを考えてらしいんですよ、はい、ただ伸びることなくてバランス型だったってちょっと特徴がないような感じがしますよね。だからちょっともう外枠でやっぱり実力のある坂田選手が動き、これね、はい、17% のモーターですけど、はい、全然そんな足じゃないですよ。ほう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 、十分中堅はある、うん、だからサルファースも気になった、はい、6も昨日コースアートは切ってますけどね。そうなんですよ、やっぱりちょっと固定の6ってことでちょっと展開もろもろなんでここはもう泣く泣くこういったフォーカスしました、はい、なるほど。ただね、本当吉田雄平選手圧倒的人気を背負いそうですから、こう2、3着の買い方大きなポイントですね。昨日って結構本命があってね、点数多かった鳥紙とかおったでしょ、はい、だからちょっとオッズ見ながらどこを厚く買う方がどこするか、はい、うん、ご検討ください。そうですね、長谷さんもがみらないようにここはね結構がみりますからね、わ、はい、かりました。さあ今日の注目レーサーは吉田雄平選手、第10レースフォーカスは計6点となりました。ぜひ皆様ご参考にお楽しみください。さあそれでは今シリーズ最初のあれいきますか。はい、困った時の長谷田の実。さあ初日と最終日を除くマイシリーズ、このコーナーをお届けしておりまして、はい、穴をどこかで当てたいなというところでございますけれども、ね、もう寒くなってきましたからね、当ててホクホクしたいって毎年毎年言ってますねそうですね、懐もあったかくというところでしょうかね。本当だよ。ただ昨日に関しては冒頭でもお話しましたが、逃げ決着が10本、3連単満州なしなかったんですよね。でも本命決着多かったけど、うん、なかなか難しいですよね、やっぱどこを絞って買うかとかね。ねでも、うん、今日はどこかで穴出ないかな、ね、穴が出るレースというのはやっぱ強い人を破る人を探さないといけませんからね。おお、なんか意味深ですがどのレースをピックアップしていただいたんでしょうか、はい、続いてのフリップをご覧いただきましょう。ほう、こうきましたか。第12レース中谷選手1号艇、メンバー見ても中谷選手とね、4号艇新海選手、はい、福岡支部の2人が引退稼働、はい、ね、SG 走ってて唯一の G1 ウィーナーでも中谷選手が1号艇、はい、
で昨日気配が起こった新幹線が4号艇、はい、もうこれ考えたら14なんちゃらっていうレースじゃないんですか、ね、14なんちゃらで、はい、悪くても新海選手が3着には来る、うん、だから14流し1流し4で当たりそうな気がするんですけどね。ただここね井本選手はこれコース上記なんですよ、はいはいはい、だからちょっと新海選手がスタート力あるけど、うん、うちでしっかりスタートいけばちょっとね出番あるかなと思ってシルちゃん回してますね、はい、で吉田翔吾地元ね、うん、2号艇昨日5着となってるんでね、はい、なんとかこう踏ん張りたいですよね。目立たないけど悪くはないとは言ってますけどね、はい、だからちょっとスタートしっかりいじみしてくれよということで3度2に回してます、うん、もちろん、はい、昨日インから逃げた横田選手も気になりますよ、はい、彼の場合はね回り足はいいんだけど、うん、初動のかかりがちょっと気になったと、うん、そこが流れる要因になるんでね、はい、そこをよくしたい、はい、だからこれ馬場選手実力者が6号艇にいるんですよ。いやそうなんですよ。昨日休みフライング休みのスタートバチバチってもう言ってますからね、はい、146は入れたいなと思ったんですけど、はい、やっぱ印の回ってる2人、うん、2と3にしで143、はい、142、うん、で134、はい、124、うん、がまず本命の買い目として出しました。計4点、はい、まあね、モーターのこといろいろお話しいただいたんですが、中谷選手は昨日2着3着でございました、うん、印象って改めてどうだったんですか。僕はね、船足の良さっていうのはあまり感じないんですよ、はい、船足普通くらい。ただ昨日の12レースの2マークを回った時見たら、やっぱレースうまいなって一番回った時、中谷がいない、はい、と思ったんですけ けど2マークでもしっかり冷静に展開見ててそこに入っていけるんですよね、うん、やっぱりここはやっぱり SG 走ってる強みでしょう。なるほど。だから船足はね普通本人はちょっとね、うん、乗り心地がもうちょっとらしいんですよ、はいはい、だからそこら辺が気になるんでそこを強化したいと言ってましたよね。なるほど。まだね上積みを狙ってというところでございます、うん、さあ狙い目ですね。井本選手コース上記のパワーが見出した、はい、これっていうのは過去には4節連続優出もしたことあるコース上記、うん、はい、井本選手ね前近日はね、はい、いやそんなにいい感じがしないんですよ、うん、なんか乗り心地含めて、はい、ただ昨日のレース後ね昨日は4着だったんです、うん、4コースからね、はい、よくなってますよって 目をキラ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 してね言ってきたんですよ、はい、どこがいいって言ったら全体的にスリット後もいいし、うん、回る感じもいいし、うん、全体的にいいって言ってたんで、じゃあ明日巻き返せるねって言ったら任してくださいって言ってたんですよやりますよって言ってたんで、もう僕すぐ人のこの話に乗ってしまうんですよね、はい、おじゃあここ中谷新海と強い2人がおったら、はい、井本選手が抜け出したら後輩等じゃないのかと。いやこれね3番頭で2着候補1番4番で3着流してしてますけど、はい、これね、やっぱりこう1番4番にどうしても注目がいっちゃいますので。そうなんです。だからね皆さんね、はい、またこの人、まあ、14なんちゃらで決まるとか言っときながら急に3の頭ですか、うん、モーターで言えばこの井本選手のコース上記ですよ、はい、進入固定なんでしっかりもう外のはには出られないのスタート行ってね、はい、いい展開全速でビュンっていったら幕内入るかもしれない、うん、はい、ここは実力上位の1と4の2着、はい、そして3着は流しましょう、はい、なるほど。そういえばですね、はい、昨日あの元レーサーの、まあ、中さんこと福本忠治さんと、はい、まあ、ピット解説ご一緒させていただいたんですが、はい、まあ、その時ですねスポーツウォッチの長谷さんが3着とトイレはしっかり流せって話してました言ってた、まあ、大事なことですよね僕はやっぱ教訓としてやっぱ、はい、トイレと3着は流しましょうやっぱりですね。さあということで第12レース、ご覧の買い目そして3番妹選手からの狙い目もいただきました。頼むよ心の叫びに聞こえますぜひ皆様もご参考にお楽しみください。さあ本日シリーズ2日目を迎えておりますルーキーシリーズ第20戦、ぜひ皆様には最終レースまでお楽しみいただければと思います。ということで本日の展望番組もお付き合いいただきましたのはスポーツウォッチの長谷昭則記者でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。